オートボルスのメインストリートは 900m あって結構スピードが出るんですよね。でここは1コーナーが、ブラインドコーナーになっててすごく見えづらいんですけど、6速から3速までシフトダウンのハードブレーキングでね、ここもすごく立ち上がりが難しくて 3速4速5速とこのひっくりに R を開けていくんですけど、ここもね、あの映像で見るよりはすごく下ってて、5速から3速でここはねすごくテクニカルなコーナーで、3コーナーと4コーナー1つに曲がるコーナーで3速でキープキープキープでね、この1辺がねすごくタイトで、2速でこの加速するんですけど、こっからがねだんだんオートポリスのアップヒルっていうこう登れるとこがあって、でここが 100R の左が3速キープしたままで、この登りのねアクセレーションが決まれば2ヘアまでのスピードがすごくキープできる。ここはすごく重要なポイントで、5速でフル全開のままこの2ヘアまでフルブレーキングいきますね。ここがちょっと逆バンみたいな、今も映像もねあったようにちょっとフロントがチャタが出たりするんですよ。ここはねもう全世界でもないほどな 10% のダウンヒルで、4速全開のままもう1万6000回転までレベルが当たるほどでね、ここは一番ボトムなんですけど、でこのね立ち上がりがすごく重要で、ここからが登っていくセクションなので3速のままずっとキープするんですけど、ここでねスピードがキープできて、この最後のこの右のね一番登りきるところに頂点合わせればすごくここが速くなるんですよ。で3速のまま合わせて、でここからね3速でね次の最終コーナー手前の右フル全開でレブが当たるまででね、ここのコーナーが最終コーナーのスピードをキープするんですごく重要で、でこの立ち上がるとき4速で5速6速で上げていくんですけど、すごくこのホームスロートも長いので、あのスリップもね難しいです。